横浜港のクルーズ船から病院に運ばれた後、25日の朝死亡した乗客について、厚生労働省は東京都に住む80代の日本人男性であると明らかにしました。クルーズ船の乗客で死亡したのは4人目です。厚生労働省によりますと、男性は9日に体調が悪化して病院に運ばれ、肺炎と診断されて入院していました。10日に新型コロナウイルスへの感染が判明し、抗ウイルス剤などによる治療を受けていましたが改善せず、25日朝死亡しました。もともと糖尿病だったということですが、死因は肺炎で、厚労省は新型コロナウイルスによる肺炎と考えるのが自然だとしています。これでクルーズ船の乗客で死亡したのは4人となりました。いずれも新型コロナウイルスに感染していました。